しょよいしょよいしょ。あ、テクテクくん、どうしたのこんなところで。あ、羊さん、僕も乗せてよ。いいよ、よいしょ。わーいわーい、楽しいな。わーいわーい、うわーおい、楽しそうなのに乗ってるな。俺様も乗せろ。それえいぽーい。あー痛いよ痛いよ。よしし、俺様も乗るのだ。うわーいわーいわーい。なんか来たぞ。なんだ、やめるんだバイキンマン。あ、出たな、お邪魔虫。うわはは、俺様はやめないぞ。うっしし、あああ、うわ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 ー、バイバイキン、笑ってる。いやー、ありがとうアンパンマン、助かったよ。それじゃあ続きを、よいしょっと、はい、わーいわーい、ありがとうアンパンマン、またねー。バイバーイ。はい、さっきの動画に出てきたパクパクアンパンマンは、この、牛乳パックからできてるんだよね。この牛乳パックであのパクパクアンパンマンを作っていきたいと思います。はい、まずハサミで牛乳パックのこの部分と反対側のこの部分を切っていきたいと思います。はい、チョキチョキ、はい、チョキ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 、はい、ここまで切ります。ここが切れたら今度は反対側だね、ここの反対側のここを切っていきます。はい、チョキ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 、はい、よいしょ、オッケー。はい、切るとねこんな感じで開くと思うんだけど、こんなにたくさんこっちはいらないので、そうだね、だいたい10センチぐらいかな。まずこのぐらいでここを切っていきましょうかね。はい、チョキ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 、こんな感じで切っていきます。よいしょよいしょよいしょ、はい、こんな感じでね反対側もここも切っていきたいと思います。はい、ここのここまで切ったら、そしたら今度は思い切ってここを折り曲げます。思い切って折り曲げていくと、はい、こんな感じでここがくっつくよね。ここがアンパンマンの口になります。パク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 、まだできてない。で、このパクパクができてきたら、そしたらここに折り紙を、糊で貼り付けていきます。まずは糊は何でもいいんだけど、こんなスティック糊か何かでもいいんだけど、こうしてで、ここに塗っていきます。で、全部塗って、こっちも塗って、紙を貼り付けます。はい、こんな感じで片面貼ったら、もう片面も貼っていきます。はい、ちょっと透けてるけど、そこはあまり気にしません。それで、ここに余ったところは、ここを切っていきます。こんな感じでね、余ったところは切ってください。はい、こんな感じだね。はい。今度はこの反対側のここも同じように貼り付けていきます。上と下がこんな感じでできてきました。はい、ここについにアンパンマンの顔を描いていくよ。はい、お家にあるマジックだったら何でもいいので、色鉛筆でもいいしね、こんな感じで描いていきます。はい、いきますよ。目はこの辺かな、この辺に目を描いていきます。はい、こっちにも目を描いていきます。はい、こんな感じだね。お、可愛くなってきたね。はい、で次眉毛を描きます。こんな感じだね。おー、顔になってきたね。はい、じゃあ次にお鼻を描きます。
お鼻はちょっとこのデコボコがあるのでちょっと難しいね。で、ほっぺたを描きます。ほっぺた、こんな感じかな。はい。で、アンパンマンのよく輝いているところ、わかるかな。アンパンマンのこの部分ですね。この部分を今描いてみました。はい、こんな感じ。アンパンマンがだんだんできてきたよ。じゃあここ赤く塗っていこうかね。これも色鉛筆でも何でもいいんだけど、まあ今回はこのポスカっていうのを使ってます。はい、こんな感じで色を塗っていきます。みんなはどんな絵が描けるかな。みんなアンパンマンの絵は好きかな、ね、みんなもよかったら頑張って描いてね。ちょっとこうはみ出ちゃったね。よいしょ。はい。で、こんな感じで色を塗りましたら、はい、いい感じだね。いい感じですね。はい、はい、こんな感じでできました。おー、いいね。いよいよアンパンマン完成だね。はい、こんな感じでパクパクアンパンマンが、よいしょ、あら、よっこせ。はい、できてきたよ。ほら、ボンドンドン、ボンボンボン、ボンボンボン。すごいね。なんか口の中がちょっと寂しいね。ちょっとここにもお絵描きしよっか。口の中にこうベロを描きます。アンパンマンってベロってあったかな。そういえばね。はい、アンパンマンのベロを描きましたね。よいしょ。はい、できた。アンパン、あ、しまった、反対だった。あー、なんだこれ。ベロが上にある。あら、やばい。これ下にも描こうか。下に描こうか。下にベロを描けばいいかね。下にベロを描いてこれでいいか。よし。あ、なんか変なことになった。ベロが上と下にある。なんか、うわ、変わったことになっちゃったね。まあでもこういうのも楽しんでいけるのでね、ぜひやってみてください。こんな感じでお家でもアンパンマンを作って遊べるよ。で、これアンパンマンね、せっかくなんで、頭が基本丸いよね。顔も丸いよね。なのでここをハサミで少しだけね、こうやって丸く切ってあげる。ほら、そうするといよいよアンパンマンに近づけるので、よいしょ、ほらね。で、顎もね、こんなにでっかい顎が出たアンパンマンないと思うので、ちょっと顎が出たアンパンマンが好きな人はこの顎が出たアンパンマンでやってもらったらいいんだけど、ちょっとこれじゃあね、ちょっとみんなの大好きなアンパンマンがね、泣いちゃうといけないので、少しちょっと小さめにカットします。はい、そうするとほら、まん丸のいつものみんなの大好きなアンパンマンになったよ。はい、元気100倍アンパンマン。みんなもお家でやってみてね。みんな良かったと思ったらグッドボタンをお願いします。そして、気に入ってもらったらまたチャンネル登録もお願いします。待ってるよ、次の動画で。ここからちょっとおまけ動画なんだけど、このね、アンパンマンが、このパクパクアンパンマンが出来上がる前にね、実はね、いろんなの作ってて、この紙コップで作ってるアンパンマンもやってるんだよね。こんな感じで指が入れられて、ちょっと見えるかな。はい、こんな感じのアンパンマン。はい、これ紙コップでできるアンパンマンで、本当はこれ牛乳パックでできるやつ。牛乳パックだとね、紙もしっかりしてるけどね、
あの紙コップがあるお家ではね、同じようにして紙コップで作ることもできるんだよね。ほんで、最初の第1段階で試しに作ったのがこれなんだけど、これはね、ちょっと試しだったのでね、あのちょっとすごくおかしな感じになっちゃったんだよね。わかるかな、ほら、こんなアンパンマンになっちゃったほら、いろんな試作品をしながら最後完成したのがじゃじゃーん、こいつだよね。はい、みんなもよかったら本当にやってみてねー。